こんにちは、エタドールマイピーです。今日はですね、自宅で一人で簡単にできる、2ヶ月で、打率を1割から3割に上げる、バッティング練習法ということで、お伝えをしていきます。実際、特に、僕の場合普段練習はバッティングよりも、守備の方メインの方にやるので、なかなか全体の練習ではあまり時間を割かないんですけど、特に冬場とかですね、バッティング練習の時間を多く取り入れた時に、やったりする練習でも、ありますし、実際ですね、子どもたちが、あるものと今日の練習法を、利用してですね、打率が1割から3割に全体のチームの平均の打率が上がったということでですね、実証済みですので、ぜひですね、皆さんにも、お試しいただきたいと、思います。で、ちなみにですね、これはですね、僕が父親の、立場であればですよ、監督っていう経験を踏まえた上で、こういう練習を実際家庭ではさせるだろうなということも含めてですね、お伝えをしていきますので、より分かりやすく身近な形でですね、伝えていければと思ってます。僕がですね、いつも、口にしている言葉があると思います。動きを慣れさせない、これですね。この考えをもとにですね、僕は、我が子が、いたとすればですね、させることは決まってくると思います。まずですね、道具とすればすいません、自分の自宅に野球用のティースタンドを持ってないもんで、これちょっとかっこ悪いですけど、ストレッチのヨガマットですね、ストレッチマットになります。で、その上に今ボールを置いてる状態なんですけど、これを野球用のティースタンドと思ってください。はい、魔法をかけました。今野球用のティースタンドに、なりました。ということで今皆さんの方にはそういう風に見えてると思いますので、ティースタンドと思って、聞いていただければと、思います。ですね、まず考え方としてなんですけど、普段ですね、野球の練習とかですね、チームでやってる練習とかですね、はあえてその家に帰ってまでする必要はないのかなと思うんですよ。実際またそれを繰り返すことによって、子どもの頭の中にはまたかとか、それはこうさ、例えば家でもさせられたりするような感じになると、ああまただって、また始まったみたいな感じの、気持ちにもなりがちだと思いますんで、そういうふうに ならないようにもですね、同じことを、繰り返さず新しい、考え発想で練習に、取り組ませてあげるっていうことと、やはりもう一つ僕が大事にしていることは、野球に集中する、で好きな野球に、もっとどん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 のめり込んでいくっていうふうに、なってもらいたいから、やっぱりその野球に集中する時間があれば、野球を忘れる時間ですね、忘れさせてあげる時間も僕は大切にしてもらいたいなと思いますんで、やっぱり大人でも毎日毎日同じことを繰り返していけばですね、飽きが必ず出てきますんで、そういう時間も大切にしてもらいたいってことですね。まずその考え方を、頭に入れた上でですね、早速練習の、やり方っていうものに、やっていきたいと思います。それで、これが、ティースタンド、というティースタンドの設定でですね、ティースタンドの設定に、して、高さはですね、まずその子供の身長のちょうどベルトの位置ですね、ベルトの位置にこのティースタンドの、高さ、ボールの位置を調整してもらいたいなと、思います。申し訳ないですけど、これは高さが調整できませんので、これは自分の腰の高さにあるという設定で話を聞いてもらえればなと、思います。で、コースは、自分が好きなところに置けるんですけど、あえてその真ん中に置いてもらいたいんですね。なぜ真ん中かっていう部分に関してはですね、やっぱりですね、簡単にですね、試合とか見ていても
真ん中にど真ん中に来たボールとか、まあ、確かにいいボールなんですけど明らかに真ん中なんですね。で高さもこういうふうにあのベルトの高さ、まあ、やや下だったりとかする時もありますけど、とにかくその甘いボールですね、これちょっと振らないかんやろと、大人から見てもそういう状況の時が多分あると思うんですけど、まあ、そういったものをその確実に見逃さない、そういったその甘いボールが来た時には確実に、打ちに行く、ヒットできる、そういう確率をですね、高めるためにまずはですね、他のコースは、さておき、真ん中のコースに徹底して、そのコースに来た時に体がですねより反応しやすいようにですね、練習では、真ん中、まず初めに真ん中っていう形をマスター、していくような流れに持っていきたいと、思います。でまず初めにですね、この奥位置にも、こだわってもらいたいんですけど、まずですね構えてからいつも言ってますけど腰から始動ですね、腰から始動してこういう風に、なった時ですね、まあ、この手の角度ですよね、手の角度やや曲がり気味ですね。でこちらの手はちょっと曲がってこういう状態ですね。でこれが伸びきった状態とこういう風に曲がった状態と、この3パターンのうち、一番力が入るポイントがここなんですね。で前から押さえられた時もここの脇に、僕右利きなんで右肘がこの脇、右はあの右の横腹に当たってますけど、そこにこう当たることによって前から大きな力が働いてもグッとこらえながら前に力を働くことができますので、ここがあの自分の一番力が入るポイントだっていうことを、まず教えてあげてください。でこの状態を作ってからですね、その状態のままここに、持ってくると、もう一度いきますよ、この状態ですね、この状態を作った状態でその自分がボールが捉える位置に持ってくると。でティースタンドを動かすっていうよりも自分が動いてあげるんですね、そのコースに。でその状態からそこでポイントを決めて、そこから自分が、ヒッティングする時の構えに入っていくということで、お願いしたいと思います。で、ここで、構えた時に、注意してもらいたいんですけど、最初からですねこのボールを見ないでほしいんですよね。なぜかっていうと、あのただそれ練習の練習でしかならないと思うんですよ。あくまでもボールはピッチャーから来ますので、こういうティースタンドを利用した形の時もですね、最初はピッチャーを見て、ピッチャーが投げてきたボールが、ボールが軌道を描いて、ま、ストレートの軌道を描いてここにボールが来てるんだと、で来た瞬間をヒッティングしに行くんだっていう気持ち、感覚っていうものは、必ず、ぶらさないようにお願いしたいなと思います。で、もう一つのポイントですね、構えた位置からボールの位置まで、バットを最短で持ってくるっていうことですね。どういうことかっていうと、前回ブログでも、お伝えしてたと思うんですけど、バットがこういうふうに外回りしてぐーっと外回りしてドアスイングみたいな形で、出てくる場合があると思うんですけど、必ず構えた位置からそのまんま打つ位置、ボールをミートする位置に出てきて、そしてそのまま前に打ち返していくということですね。なのでそのためには構えた位置からそのまま腰をピチッと動かせばここまでバットが出てきますので、あとはその腰を回転させた時のこの勢いでバットを少し押し出してあげて、そしてそのままボールを打ち返す、イメージっていう形で最短で、そのバットをボールに持ってくるということですね。で、もう一つ、プラスアルファのポイントとして、これを
ただ、止まっているボールをですね、打ち返す、わけではなくてですね、構えてから、まずボールをここで捉えると、ピッチャーから来たボールをここで捉えるという時に、せっかく止まってるわけですから、このボールを確実にミートして、打ち返す、それが、確実な練習につながってきますので、まずボールの位置までですね、構えた位置からバットがどういう出方をしていくのか、で体はそのボールの位置までどういう動きで持っていくのかっていうのを、ただ漠然と、ピッチャーからボール来ました、はいボールが焦点合いました、はい打ちに行きますではなくて、そこまでどういう使い方、体の使い方をするのか、バットがどういう風に出ていくのかっていうのを、まずゆっくりですね、軌道を確認してあげること、これ大事ですね。ゆっくり動かすことによって自分の体がですね、どう動いているのか、バットがどういう風に出ていっているのかっていうのは、すごく分かりやすくなるんですね。で特に子どもたちはですね、ただ漠然と何も考えずにやってることがやっぱり多いと思いますので、そこをあえてですね、考える時間を持たせるということですね。自分でですね、感覚っていうもので、そしてゆっくり軌道を描いて、でここからこういう風に、ボールが当たってからも前に押し出していくということですね。で押し出すっていつも言ってますけど、バットを、スイングするという形よりも前に押し出す、今右手の手のひらを基準に、言ってるんですけど、ボールが当たるときにはまだ手のひら上向いてます。でまだ押し出すときもまだ上に向いてます、上向いてます、上向いてます、上向いてます。でボールがバットから離れてビュンと、離れる瞬間です、飛んでいく瞬間に初めて手のひらがこう返っていくという形で、ボールが当たってボールをしっかり乗せて最後、押し切るまでは手首が返らないということですね。そこも注意してもらいたいなと、思います。でやり方としては、そのゆっくりな軌道を描く、ばかりではなくてですね、まあ、実際、自分の、鋭いスイングですね、打ち返すということも大事なので、構えてゆっくり持ってきて押し出す、これをですね、まず、10回僕であれば繰り返しさせます。繰り返し自分の体の動きしっかりと把握させて理解をさせながら10回繰り返します。そして11回目ですね、11回目12回目、10回超えたところで3回ぐらいそのまんま普通にスイングをさせます、3回ぐらいですね。でまたゆっくりゆっくり、いや10回やってまた3回ぐらい、2回から3回スイングをさせると、まず徹底して自分の体の動きっていうものをですね、把握させることを僕は、ここでは重要視させたいなと、考えてます。でこれをですね、大体3セットぐらい繰り返して、でそこからですね、今度はこのゆっくりな動作っていうものを、まあ半分ぐらい5回ぐらいに減らして、残り、今度は回数を早く鋭くスイングする回数の方を多くしてあげて、まあ5回とか8回とかぐらいの形にして、今度はその逆の、パターンで2セット3セット、数をこなすっていうやり方がですね、一番体がですね、動いて反応しやすいと思うんですよね。で自分がどう動かすっていうのは頭で考えるよりもゆっくりな動きの時に頭でも実際考えてますので、早く動かした時もですね、体がうまくこう反応してくれたりとか、下半身上半身もうまく連動してくれるように、なってますので、ぜひですね、そういう形で、この T スタンドを使った時にですね、やってもらいたいなと、思います。で、ちょっと遅れたんですけど、なぜあえて止まっているボールで練習するのかってことですね。でこれはですね、まずですね、利点は自分が決めたポイントに対して正確にバットを出していくですね、ボールがぶれませんので同じ位置なので、まずそこの真ん中なら真ん中のコースに対してボールを投げてもらったら、真ん中に投げてもらっても若干でもぶれてしまったりとか、ボールを当てることに
関してそこに集中してしまいますので、まず自分が捉えなければいけないポイントに確実にバットを出してくるっていうことですね。でそこからしっかりと前に押し返すと、そういう綺麗な形、形作りをまずやるっていう上では、止まったボール、ティースタンドを利用してやるっていうことが一番、有効かと、感じます。で、もう一つはですね、やっぱ一番最初に、慣れさせない動きっていうふうに言ってるんですけど、とにかく普段ですね、動いてるボールを打ってることがやっぱり多いと思うんですよ。で実際僕ら大人でも止まっているボールを打つ時間ってなかなかないと思うんですけど、結構難しいんですよね、止まっているボールを打つっていうことは。ということはどれだけ自分が打っているつもりでも、普段打っているつもりでも、自分がそこに軌道を合わせて振ってるつもりでも、実際は焦点がずれてるんだなっていうことを、こういう練習を交えて自分が感じることが、できたりする、気がついたりすることがありますので、普段動いているボールを、練習で、やっているからこそ、普段自分が自宅でできる自分の時間のトレーニングの時には、その動いているボールが1時間打ったのであれば、動いてないボール、止まっているボールを1時間打つっていう時間に費やした方が、よりバランスが取れた練習でになると思いますし、動きを慣れさせないですね、いつもいつもワンパターンに早く1、2、3っていう回数をこなす、バッティング練習よりも、一球一球の重み、濃さを、増して、普段動かさない、ゆっくりとした軌道をですね描いて練習をするっていう形の方が、頭で理解することもできてくるし、理解できた後に体が反応しやすくなるっていうことが、利点だと思いますので、そこら辺をですね、なぜこういう形をやるのかっていうことを理解していただいて、子どもさんたちにもなぜやるのか、こうなんだよということを、小さい子どもなんかわからないかもしれないんですけど、わからないから言わないじゃなくてですね、言い続けることによってこっち側もですね、子どもが分かりやすい言葉ってこうなんだろうなっていうことが自然と見えてきます、分かってきます。でも言わなければ、言い続けなければ、そういうことを言う本人もわからないし、伝えられる本人もやっぱり言っていかないと、最初は分かんなくても体には入ってきてるんですよね、耳に入ってきてるんですよ。だからその本人も聞こう聞こうとする、繰り返しの中で、自分の中にですね、ものになっていくものが必ず出てきますので、いや子供だから分かってないからいいよ言わなくて、そういうとこ面倒がらずにですね、しっかり言葉をかけてあげるっていうことが大事なんで、こちら側が面倒と思ってるのに子供が面倒がらないはずがないんですよね。やっぱりこっちが心を込めてしっかりと言葉を伝えようとするから、乗せるから向こう、その言葉に対して聞いた側も反応できる部分が必ずあると思いますので、やっぱりその人間なんで心と心を持った部分で練習をやっていかないと、通じるものも通じませんので、そういった部分でもやっぱ効率を上げていくために、そういった心で伝えるということは大事だと思いますので、ぜひしっかりと、こういった形で練習していただければなと、思います。最後におさらいですね。構えます。足でタイミング取ります。そしてタイミング取って足を踏み出して、そして腰が回ります。そこからその腰の回した勢いでバットが出てきて、ボールを捉えて、そしてそのまんま押し出していくという形ですね。そこら辺のですね、ポイントをですね、しっかりと、ゆっくりとじっくり、伝えていただいて、いい練習につなげていただければと思います。今日はありがとうございました。